が先手だ。よろしくお願いします。対局開始。岩佐です。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を後付け実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さてさて、今回はですね、相手の方が筋打ち外国が得意って書いてたんで、ちょっと角道開けるの遅らせました。で、角交換していって角代わりの形にしてみましたね。角代わり。さあ、でこれで、まあ相手の方がまあ大体4択、棒銀で来るか、歩ついて早繰り銀で来るか、ここの歩ついて腰掛け銀系で来るか、その腰掛け銀に近い形の、まあ、右玉の形かなと思ったんですけど、これ玉囲ってきたんで、これは、まあ、棒銀か早繰り銀ですね。うん、で、これ、ここの銀なんで、まあ、大体早繰り銀でしょうっていう感じなんですけど、これは一応右玉が間に合う形ですね。銀上がって、まあ、仕掛けて、取って、金上がって、なんか銀生産したとき、ここで銀生産したときに、うーって飛車下がって大丈夫みたいな。うん、まあそういうルートで進んでますね。で、ここで交換していったら、まあ生産して、打って、お帰り願って、玉が入っとけば一応右玉が完成だと。これは相手がね、1手囲ってる、まあ金も含めて2手囲ってるからっていうところはありますよね。さあ、で、桂跳ねを防いできました。で、ここですね、ちょっと、どうしたもんかなと。一応ね、3択ぐらいでは考えてました。これ、歩ついて、なんだろう、なんか将来的なこの、桂打ちを消しつつ、なんていうかな、こう玉の空間広げるとか、ここの歩ついて、桂馬の足場作っていくとか、とか、ここに垂らして、次に銀打っていくみたいな。で、垂らしたときに、まあ、飛車回りは角でいいんですけど、垂らして浮かれたときに、さあどうしようかなって思ってて、ちょっとね、やめたんですよね、ここの歩は。とりあえず、ここで、桂打ち消しといて、ゆっくり行こうぜっていう感じではあったんですよね。で、早繰り銀のもうよくある攻め筋なんですけど、ここの系統で狙ってくるんですよね。で、これはなんかね、昔、雁木を徹底的にやり出す前に、やったなと思って、ちょっと思い出してる途中なんですけど、これね、歩取って、歩叩いて同銀に角打って銀打って突っ込んでくるみたいな変化だろうなと思って打ちました。で、これでどういう風になったかっていうと、まあ歩はいっぱいもらったんですよ。で、角と金の交換で入ができて、手番こっち。で、もっと言うと、これ玉頭戦になることを見越して、ここの、なんていうかな、位取りに行ったんですよね。ここの突破は別に怖くないと。飛車で桂馬守ってるし。だからこの角2枚で逆に相手の王様削れればなーみたいな。で、こっちから打つか、こっちから打つか迷ってて、まあ上から打ちました。これね、なんかこっちから打ったら何かしらこう、竜でシャットアウトされそうだなと思って。なんかここ打って、こう行って、角打って、まあそれもね、一局だとは思うんですけど、まあ、ここの金をとにかく狙いたかったっていうのがあって、まあ、攻防手？攻防手ではないのかな？まあ、攻防手って攻防手なのかな？まあ、ここの竜どうすんのって言いながら、ここの金に狙いつけてるんで、まあ、2手以上、2つ以上意味がある手ですよね。さて、ここで手番が回ってきました。この歩は一応竜を守っただけなんで、まあ、角打ちあるかなと思ったんですけど、角打たれて、角とか打ったときに、なんていうかな。角、竜逃げ、なんか角飛び出す。その時に、二つの角が、なんか銀虫とかで止まっちゃいそうだなと思って、角打ちはちょっとセンスないなと思ったんですよね。
まあ、なので、止められることを止められた瞬間に何かやれればなみたいな感じでここ狙ってますね。歩ついてここならなんだろう、まあ、何かしらこうなんていうかな、角打ってなんかどっか受けた時にこう一回引いといて、なんか歩ついてこの駒邪魔だよっていうみたいな、で邪魔駒抜いてくれたら突っ込んでってみたいな感じの変化もありそうだなと思いながら、まああともっと言うとこれね、銀とか打ってもぶっちあるかもしれませんね。ぶっち同歩になんか歩ついてって同銀に歩歩に飛車でこれ銀桂両取りの十字飛車でしょみたいな。まあもともと角銀交換なんで、ぶっちしていって囲いを剥がすのが先でしょみたいなのはありますよね。さあこれはですね、角打つか迷ったんですよね。角打ったら結局さっきと同じように2枚の駒を1枚の銀とかで守る、1枚の銀に止められちゃう可能性があったんで、これはもうブッチ狙ってますね。ブッチ同玉にどこの歩から行くかみたいな、まあ、ブッチ同玉にここの歩かなみたいな、ここで次にまあ、取っ一個ん取っで何もせんかったらここに角打って王手金取りだし、まあ、金上がっても金打って、まあ、同金同歩なら同玉みたいな感じで剥がしといてどうか。でこの銀がなんか動くとこの辺が良くなるんですよねっていう感じで、なんかその王様の間にこっちの方が銀桂銀歩4枚あって相手は銀だけなんで、この辺でゴリゴリなんか玉頭戦していけばいけんじゃないかみたいな感じで思ってました。でこの金打ちはまあ銀取るぞっていう意味を含めてこっち突きたいよみたいな意味だったんですよね。で金で受けてきたんですけど、これ取っちゃうとなんか銀が引かれるんで、まあ、紐はついてるよねっていうことで、ここの歩打ち狙ってますね。これ考えてますね。歩打って、例えば金取ったら一回取っといて、ここの銀取りどうすんのっていう感じですね。歩打って金取られて、同歩、歩打ち、まあ銀取り合って、ここに歩が2枚並んでる。やっぱり角打ちとか狙いたいし。っていう感じでどうかなって思ってました。まあ、とりあえずこれで何もせんかったら銀ボロなんで、いやでもね、自分から取って取って歩打って取らせてみたいなのも結構嫌じゃないですか。ということでまあなんか相手の方は無視してちょっとと金作ってきまして、これおそらく放置するとここの歩を取ってここの金に当てるよみたいな感じだと思うんですよね。でまあ、ここでちょっと考えたのが、まあ、攻め合う手か、Kジャンプする手。これ、Kジャンプすると何が起こるかっていうと、まあ、部分的に桂損してるように見えるんだけど、この銀取り返せるんで、まあ、実質、攻め桂と守備銀の交換だよねっていうことで、これでどうなのって思ってたんですよね。で、相手の方はしゃがんで受けてきて、さあまあ玉頭戦としてはこっちの方が有利だとは思うんだけど、どうやって押し潰すか。まあ金取って桂なら、まあ角かな、金取りにしながらなんか歩ついてってみたいな、まあ同玉だったんですけど、俺もまあ角なんかねパッと見角打ちたかったんですよね。金取りにしながら、実はねこれ角打ちが詰めろだったみたいで、角打って何もせんかったらここに銀捨てる手があったみたいなんですよ。角打って銀打って、まあこっち方面なら金打ちでしょ、角打って銀打って下がったら馬作って、まああと金打ちもあるんで、このラインシャットアウトしてて、
まあ、ここに金打てば詰みですよね。銀打って取ったら金打ちで、こっち来て銀が行ってこっち上がってきて銀が行ってこっち上がって金上がって詰みなんですよ。ジグザグしてて詰みなんですよね。だこの銀打ちが見えてたらね、俺二段じゃないわみたいな感じなんですけど、まあそういう詰み筋はあったみたいなんですよね。まあだからその銀打ちを防ぎたかったら、まあ、この辺に銀打つとか金打つとかなんでしょうけど、でもそれはこの金が浮いてるじゃないですか。まあ、爪の金取りなんでしょうね、きっと。ということで、これ金取りどうすんのっていう感じなんですけど、なかなか受けにくいですよね。で、かといってこっちの王様は、こう、金銀3枚を守ってるんで、かなり安泰ですよね。で、ここで銀打てば、詰むんですけど、さすがにそれは見えてないんで、これは、まあ、もともと角打った時に、なんか、歩つくんかなーみたいな。まあ、とりあえず放置は、歩なるから、詰めろでしょっていう感じで。歩に放置なら歩なって、こっち行って金打てば詰みなんで、だ歩ついた時に角が来て、まあ、同歩、同玉とかなんかこの辺やってくんのかなって。でもこれ、王様一人で危ないっすよね。まあ、取って、まあ、下がる手もあるんだろうけど、さあ、ここですね。ここでね、ちょっと寄せが見えんかったんですよ。なんか、歩なっていいのかなと。こっち方面広いから、角とか打っといた方がいいのかなみたいな感じで思ってたんすけど、2分30秒。歩なって銀、玉に角打たれ、角打って銀打ってみたいな感じのルートだと、ちょっとね、なんかこう、銀とか打たれて、粘られてる感じがして、ちょっと打ちにくかったんですけど、やっちゃいましたね。時間もなかったんで、ちょっとやっちゃいましたね。まあ、ちなみにですね、この角打ちは変えて、銀打ちの方が良かったですね。銀打ちなら、まあ、ここを縛ってるんで、2分。次に、捨てて、まあ、避けるのは金でアウトでしょ？だ捨てて、同玉に角打って、みたいな、そういう筋があったみたいなんですけど、ちょっと今回分からんかったんで、ちょっとね、なんか、一直線っていうか、その最速の寄せにはならんかったんだけどっていう感じですね。さて、まあ、飛車支えてきました。これはまあ、飛車が下段からいなくなれば、竜が下段に入るでしょっていうことなんだけど、1分30秒。寄せがないですよね、ちょっとね。この時点で詰めろじゃないんで、まあ、しゃーなしで取りますよね。まあ、取って下段入ってきて、まあ、感覚としては、まあ、やっぱ下段でスースーしてるの嫌なんで、まあ、桂打ちとかで、どうなのって思ってたんですよね。で、角打ってきて、なんじゃこれはと。まあ、なんかここに、攻防っぽい角打ちではあるんだけど、1分。まあ、かといってね、銀打ちはなんか歩とか、桂とかなんか打たれて、めんどくさそうだったんで、これは避けました。避けた時に王手しようと思ったら多分金だけでしょ？でもこの金はなんか渋滞してますよね。なんていうかな。その、金打って上上がった時に別に角が成れるわけでもないし、飛車でなんか取れるわけでもないし、なんか王手しただけの金打ちに見えるんですよね。まあ、なのでこれ横寄っといて大丈夫だろうっていう。まあ玉頭も広いんで、どうかなーみたいな。第2ラウンドって感じですね。まあ、突破はしてこっちが有利なんだけど、着地するまでにちょっと時間かかるみたいな。その着地をあと1分でできるかどうかが問題ですね。で、まあ、王様がなんか、まあ、端に逃げるとかしたら飛車通ってくるんで、まあ、しばらく受けに回ってどうかなみたいな。で、香車持たれたんですけど、まあ、桂馬引いとるし、と金も引いとるし、この強打ちはないでしょうってことで、一回と金寄っていきました。
道系は道途で、まあ、やっぱり大丈夫だし、桂打ちも別にどうっちことないよね。まあここを取られても同銀取り返せるし、なんなら動力の方がいいかもしれんね。でこの辺がなんかラピュタでしょって言っといて、でまあ角馬に当ててきたんですけど、これはまあ香車取っとくかな。香車取っといてなんかこうこのラインで王手かかるよみたいな感じにしておきたいところもある。まあこっちとしてはそうですね悩ましいね。まあ角当ててきたんだけど、これはあなたの角働いてなくないってことでこっちに引きました。なんかこっち側封鎖しとった方がいいんじゃないのっていう、なんかその馬で取って同流の形だとなんかこの辺がさ、ちょっとこう安泰安全地帯になっちゃうんで、それはやめてねっていう感じで行きました。でまあ一回ちょっと重いんだけど、と金入ってって銀剥がして、で同金に30秒、なんとなく金は斜めに誘いで歩成ってって、でこっち逃げたんですけど、腹銀決めといて、これはとにかく金を剥がそうっていう感じですね。で同玉だとなんか馬のラインにやっぱりこう金が効いてきて、これ詰みますよね。なんか詰みそうだよね。この時に金銀強あるんでしょ。なんか詰みそうだね。さあでここで20秒、まあいろいろ大手ラッシュみたいなしてくるんだけど、これで大手が切れますね。ということでこれで銀なってって、こっから詰みますね。動力にまあ銀打ちで、こっちは金打ちでしょ。うん、で下行ってもここ下行っても金打ってって詰みになるんで、これで勝ちました。はい、ありました。厳しい戦いを勝ち抜いた戦士の顔じゃの、はい、ね、の戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していたですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いそう。